人と人との共感的対話からイノベーションが生まれる松橋拓司。まあ、人と人とのですね、つながりがなかなかうまくいかない。まあ、上司と部下とかね、あと親子とか兄弟とか、まあ、すごく関係がですね、取引になっちゃったり交渉になっちゃったりしてて、やっぱり本当の意味で有機的な関係っていうのが、まあ、築けないということがあるんですけど、もし人と人とがですね、共感的感情をベースにした会話ができれば、そこに信頼関係が生まれて、最終的には新しい、いわゆるイノベーションのですね、チャンスが巡ってくるっていうことを僕は確信してるんですね。普通の人がありのままに感じることをお互い意見交換することで、非凡なこう製品が出てくるというような例も見てるんですね。ですから今みたいに複雑系の時代は、一人の人間が気づいて一人の人間でできるわけじゃないんですね。複数の人間でやっぱりチームでやらなきゃいけないから、そのチームの中の人間関係がありのままを話しできる関係かどうかということがすごく重要ですね。